IFRS 基準で首都株、当期純利益が出た段階で、株主様に、早いところやっぱり 50% 以上配当金がないと、今さっきも言ったようにゆうちょ銀行なんかも株価低迷してこれでもかとばかり 66.9% 配当金、フォーラムエンジニアも株価低迷して 90% の配当金、各社これでもかとばかり株価上昇を狙って一生懸命やってますんで、御社もやった方が、あの一株純利益が出てからね、今じゃなくてやった方がいい。それとあと、情報修正出した時の報告がすごい下手くそだなと思ったんですけれども、金曜日の市場終わってから情報修正したって皆様、もうサラリーマンの人たちは休みのことで 頭いっぱいだと思うんで、一番いいのは月曜日から木曜日の間のサラリーマンが昼休みの直前の段階でいい発表、情報修正とか、出せばいいんじゃないかなと思います。とにかく、今の、株主優待ね、これは結局椎間板ヘルニアとかお年寄りの人にしか、春は使えないんで、そういう人にしか今紹介できない段階なんで、みんなが誰にでもいろんな株主さんが増えていくように、証券会社からも御社の株買いますようにってなるには、早く一株、IFRS 基準で一株、当期利益が出た段階で 50% 以上の配当金を出せば、御社の株価は、多分2000円3000円下手すら 4,5 千っていうのは目じゃないと思います。皆様と一緒にそう作っていきましょう、会社をね。それで、今後ろで、撮影していると思うんですけど、私の実名入りで構わないんで、多分日経の人とかも見ると思うんで、動画流して結構なんで、頑張ってほしいと思います。それから質問は1点なんですけど、今社長が株主さん紹介してくれって言ってる段階で、社外取締役の村松さんだけはちゃんと5000株保有してて、偉いなと思うんですけど、他の社外取締役も自らやっぱり株を買うように、それから質問は1点だけ、社員さんは今何パーセント給料天引きで御社の株を買って持ち株会へ入ってるか、それだけをお伺いしたいと思います。無敗だと株買うの嫌だと思うんで、とりあえず早く、利益を出した段階で、利益上げたって絶対株価上がりませんから、上がっても一瞬だけですよ、すぐ次の日には売り抜けちゃいますから、早く一日も早く当期純利益の、50% 配当金出すように。で、株価は期待感でついてきますんで、当期純利益が出た段階では 50% の配当成功を出しますよって、社長のそういうなんていうのかな、期待感だけで株が上がってきますから、今無理なの分かってますよ、赤字だから。当期純利益出た段階で早いとこ 50% の配当成功を出してきますって、社長がインターネットでも何でもいいから公表すれば株価は上がって、今日出席している株主さんも十分潤うんじゃないかなと思います。以上です。皆さんもご清聴ありがとうございました。はい、50出せば絶対みんな買いますよ。はい、そのようなところでちょっと検討していけるようにしていきたいと思います。とにかく非常に貴重なご意見だったということを発表も月曜日から木曜日の午前中ね、はい、昼休み前に金曜日にいい発表しちゃってみん通り過ぎちゃうから。はい、ありがとうございます。それからご質問にございました、社員についての持ち株についてですが、これは持ち株会で給与から転引されますけれども、今約 50% の状況でやっていただいております。役員会についても持ち株会があって転引をやっておりますが、社員の方もそういった状況でございます。さっきみたいにキヤノンとかああいうとこみたいに 64% とか、フォーラムエンジニアみたいに 90% の配当金出せば、社員の方から定期預金やんだったら持ち株会ね入りますからね、全員 100% 持ち株会入るように。
早いところちょっと頑張ってもらいたいと思います。はい、どうも。はい。